皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は主人公がかわいそうな昭和アニメを紹介していくわ。せっかくの主役なのにかわいそうなのか、気の毒でしかないぜ。主人公がひどい目に遭う展開って近年のアニメの方が多い印象もあるけど、昭和時代にも探せばしっかりあるのよね。できれば最終的に救われるアニメであってほしいところだな。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。無敵超人ザンボット3。トップバッターは1977年放送のロボットアニメ、無敵超人ザンボット3を紹介するわ。ザンボットか、スパロボではよく見る顔だな。本作は70年代ということもあって、宇宙からの侵略者から地球を守るため、主人公たちが巨大ロボに乗って戦うという、スーパーロボット的な物語になってるわ。一方で、戦乱の中で一般人が多数犠牲になったり、レギュラーキャラが、防する展開があったり、さらには主人公たちが地球人から迫害を受ける、なんていうハードな演出があるのが特徴ね。監督があの富野義行音体だからな。それも仕方ない。当時はまだ本名の富野義行という名義だったわ。さて、そんな本作の主人公はジン・カッペイという12歳の少年よ。3機のメカが合体するザンボットの核となるザンボエースのパイロットで、合体後は彼がメインで操縦を担当することになるの。10代の主人公は珍しくないが、10代前半ってのは当時としてもかなり若い方だったろうな。その年齢にして、バイクを乗り回す不良少年で、スポーツマンの迂闊正義感の強い性格だったわ。まさに当時のロボットアニメの主人公といった感じのキャラクターね。ちなみに声優は、なんとあの旧ドラえもんで知られる大山信代さんよ。そうだったのか。スパロボしか知らないから、坂本千佳さんのイメージが強かったぜ。カッペイはパイロット3人の中でも最年少ということもあって、物語開始当初は、やや子供っぽい面が強調して描かれていたわ。でも戦いの中で徐々に成長していき、チームのリーダー格として引っ張っていくようになるの。少年主人公が戦いの中で成長していく姿も、ロボットアニメの醍醐味だよな。ところが、物語が終盤に差し掛かる頃、本作屈指の鬱展開が起こるわ。ズバリ、人間爆弾の恐怖よ。ああ、スパロボでもあったやつだぜ。カッペイの友人らが敵に捕まってしまい、何人かは人体改造を受けてしまい、文字通りの人間爆弾にされてしまうの。そしてそのうちの一人であるアキという少女は、自分が人間爆弾にされたことすら知らないまま、儚くも散ってしまうわ。カッペイとはフラグのようなものが立っていた相手だったから、カッペイの狂乱っぷりも想像に難くないわね。敵勢力の鬼畜っぷりがよくわかるエピソードだぜ。その後もカッペイの苦難は続き、さっきも言ったように地球人たちから迫害を受けてしまうの。それで半ば地球を追い出されるような形になり、舞台は宇宙へと移っていくわ。地球を守るために必死に戦ってるのに、ひどい話だぜ。このあたりのある意味でリアルな描写は、さすが富野監督っていう感じがするわね。その後、最終決戦では次々と仲間たちが、亡していき、最後にはとうとうカッペイただ一人になってしまうの。挙句の果てには、敵によって地球人の存在や自分たちの戦いそのものを否定され、心身ともにボロボロになりながら辛くも勝利するのよ。12歳の少年には過酷すぎるだろ。最後は地球に帰還して、人々から温かく迎えられるラストとなるのだけど、その中にはカッペイたちを迫害していた人も混じっていたのよね。味方によってはひどい手のひら返しでちょっと胸クソな印象を受けるぜ。このラストシーンでのカッペイのセリフは大山氏のアドリブだったそうで、作品に対する思い入れが相当強かったことが伺えるわね。ドラえもんボイスのカッペイか、ちょっと見てみたくなったぜ。フランダースの犬。次に紹介するのは1975年に放送されていた世界名作劇場の記念すべき第一作目、フランダースの犬よ。泣けるアニメの最終回とかいう特番でよく見るやつだぜ。原作はイギリスの作家ウィーダの同名小説よ。よく誤解されるのだけど、舞台はフランスではなくてベルギーなの。それは知らんかった。本作の主人公はネロ・ダースという10歳の少年よ。両親を幼い頃に亡くして、祖父と二人暮らしをしながら牛乳運びの仕事をしていたわ。当然、生活は貧しかったけど、ネロは保護した老犬パトラッシュや友達と楽しく過ごしていて、素直で正直な働き者だったのよ。けなげな少年だな。絵を描くことが好きだったネロは、将来の夢として画家を目指していたわ。才能にも恵まれてはいたのだけど、日々の生活で手いっぱいだったから技術は身についてなくて、少ない時間とお金を使って、なんとか絵の勉強をしているという感じだったの。それこそ絵に描いたような勤勉さだぜ。そんな彼の絵に対する情熱を理解してくれない人もいるわけで、働かずに絵ばかり描いてる怠け者なんて蔑む声もあったわ。実際のところはむしろ働き者なんだけどね。
理解はしてくれなくてもいいから、せめて努力を認めてほしいもんだぜ。さて、物語が進むほどに、ネロにはどんどん不幸が訪れることになるわ。まず、最愛の祖父ジハンが病に倒れ、そのまま息を引き取ってしまうの。悲しみに暮れるネロだったけど、それもつかの間、今度は村の風車小屋が火事になってしまって、その犯人として疑いをかけられてしまうわ。これによって実質的な村八分にあって、ネロの牛乳運びの仕事は激減。追い打ちをかけるように、念願の夢として出品した絵画コンクールにも落選してしまって、ネロは生きる気力を失ってしまうのよ。不幸は重なるってよく言うが、これは耐え難いほどの不幸の連続だぜ。そんな時、パトラッシュがとある財布を拾ってくるの。それはネロを嫌っていたコゼツという人物の落とし物で、大金が入っていたわ。そして当然、ネロはその財布をコゼツの家に届けたの。自分を嫌ってる相手だろうと、落とし物はしっかり届ける、人間の鏡だぜ。この件でネロに対してこれまで辛く当たっていたコゼツさんは改心して、風車小屋の火事の件も、風車職人の話で冤罪だったことが判明するのだけど、時すでに遅しだったのよ。ええ、すでにネロは家を引き払って、吹雪の中を当てもなくさまよっていたのよ。仕事がなくなり、家賃を払えなくなっていたからね。辛い、辛すぎる。やがてネロはアントワープの大聖堂にたどり着き、そこで念願だったルーベンスの絵を見ることで、人生で最高の幸せを感じつつ、追ってきたパトラッシュと共に天に召される。それが最終回の結末になってるわ。この最終回のシーンは特番なんかで何回も見たが、詳しい顛末はよく知らなかったんだが、思った以上にかわいそうすぎて涙が出てくるぜ。と、日本ではかわいそうな主人公の代表格といった扱いになってるネロだけど、実は海外では事情が異なっているの。というと、アニメでは10歳の設定だったけど、原作のネロは15歳となっていて、作中当時としては、もう手に職をつけて立派に働いている年齢だったのよ。それなのに、絵ばかり描いているということで、怠け者扱いされていたのよ。ああ、さっきの怠け者扱いはその名残だったわけか。そんなわけだから、海外ではネロの最後に関しての評価は、あくまで負け犬の最後という、日本では考えられないものになっているのよ。カルチャーショック。そういう意味でも、かわいそうすぎる主人公だぜ。小公女性ら。お次も世界名作劇場から、1985年に放送されていた第12作目、小公女性らを紹介するわ。世界名作劇場も歴史あるシリーズだよな。児童文学の小公女を原作としていて、シリーズの中でもいじめについて扱うなど、それまでソフト路線だった世界名作劇場では異彩を放つ作品になってるの。今も昔もいじめ問題ってのはデリケートな話題だもんな。舞台は19世紀末のイギリス、主人公である10歳の少女セイラクルーが、インドで実業家をしている父の元から離れ、寄宿学校に入るためにロンドンにやってくるの。富裕層である彼女は特別寄宿生として優遇されるのだけど、それを鼻にかけることなく、誰にでも平等に接する優しい心を持っていたわ。理想的なお嬢様って感じだぜ。当然、セイラは学校では人気者となるのだけど、そのせいで生徒たちのリーダーだったラビニア、そして貧しい育ちでコンプレックスを持っていたミンチン院長の嫉妬心を買ってしまうの。ああ、もうなんか嫌な予感しかしないぜ。そう、そして彼女の不幸は唐突に訪れることとなったわ。セイラの11歳の誕生日を祝ってる最中に、ある急報がもたらされるの。インドにいる父ラルフの鉱山事業が失敗して破産となってしまい、さらに熱病により亡くなったということだったわ。急展開。結果、セイラもまた無一文ということになってしまい、人民院長の計らいにより、学校の下働きを無賃金でやらされるという転落人生を歩むことになるの。お賃金、お賃金ください。富豪の娘という後ろ盾がなくなったことで、ラビニアやミンチンからの態度が悪化して、セイラは筆舌に尽くしがたいいじめの数々を受けるようになってしまうのよ。あまりに陰湿ないじめ描写から、放送中は様々なところから批判もあったらしくて、ラビニアとミンチンを演じた声優さんたちに、カミソリレターが届くなんてこともあったみたい。役柄上、印象が悪くなるのも仕方ないが、カミソリはさすがにやりすぎだぜ。話題がそれたけど、とにかくセイラは味方になってくれる数少ない友人を心の支えとして、なんとか耐え抜くことができたわ。ところが、ハロウィンの夜に、馬小屋の失火騒動が起こって、その犯人だという濡れ衣を着せられ、とうとう学院を追い出されてしまうの。また放火犯扱いか。今もそうだけど、放火ってめちゃくちゃ罪が重いのよね。その後セイラは元御者だったピーターの家に居候しながら、街頭でマッチ売りをするの。この時点がおそらく彼女の不幸のピークだったでしょうね。富豪の娘から一転、街頭でのマッチ売りだもんな。落差がないあがらだぜ。
最終的には父の盟友クリスフォード氏と出会い、ミノルは父の鉱山事業がその後に成功していたこと、破産宣告も差し止められて、莫大な遺産と鉱山の発掘経営権が残されていたことがわかるわ。結果、セイラは学院に戻ることができ、父の遺産の移住手続きと墓参りのために、インドへ旅立つというところで、物語は幕を下ろすのよ。おお、このチャンネルでは珍しくもハッピーエンドじゃないか。とはいえ、ラストまでのセイラの境遇はかなり過酷だったから、間違いなくかわいそうな主人公枠に入ると思うわ。なんて不名誉な枠だよ。魔法のプリンセス、ミンキーモモ。続いて紹介するのは1982年放送のアニメ、魔法のプリンセス、ミンキーモモよ。以前も紹介したことがあったわね。そういやそうだったな。改めて解説頼むぜ。OK、ミンキーモモと呼ばれる作品は2つあって、今回紹介するのは1作目である。ファンからは空桃と呼ばれている方よ。これは作中に登場する夢の国の場所に由来している通称なの。つまり、一作目は魔法の国が空にあるってことだな。物語は、とある子供のできない夫婦のもとへ、夢の国フェナリナーサのプリンセスである、ミンキーモモ、通称モモが3匹のお供を連れてやってくるところから始まるわ。モモは人々の間で起こる様々な事件を、魔法の力で大人に変身して解決していくの。その目的は、人々の夢を叶えることで出現するハッピーティアという宝石を集めて、フェナリナーサを再び地球に降臨させることだったわ。なんかそれだけ聞くと悪事にも聞こえる不思議。物語は放送開始から1年になる頃までは順調に進行していたのだけど、43話から急に雲行きが怪しくなっていくわ。お。まず43話にて、とあるアニメーター志望の若者の夢を叶えようとするのだけど、誰かの理想のアニメを魔法で作ることなどできるわけもなかったの。結局、その若者は自力でアニメを完成させて、賞を獲得するに至ったわ。後味は悪くないが、魔法が万能ではないということを思い知らされた回だったんだな。続く45話では、悪者が放った銃弾が桃の魔法のペンダントに当たってしまい、粉々に砕けてしまったため、桃は魔法の力を失ってしまうことになるの。魔法少女から魔法を取ったらただの女の子になっちまうじゃないか。そう、そして普通の女の子として生きていくことを余儀なくされた桃は、46話にて、唐突に交通事故に遭ってその命を散らしてしまうことになるの。その後、夫婦の本当の子供として転生した桃は、誰かの夢ではなく、いつか自分の夢を叶えることで、夢の国が地上に降りてくるだろう、という語りとともに、物語は一旦幕を下ろすのよ。まさかの主人公、ボーエンドだったとは。あれ？一旦。そうなの、ミンキーモモ自体は63話まであって、モモが交通事故に遭った後の話は、赤ちゃんになったモモが見る夢の話としてしばらく続くのよ。これは本来、52話放送予定だったところ、おもちゃの売り上げ不振の影響で46話に短縮されて、でも結局、別なおもちゃのセールスのために63話まで延長されるというスポンサー側の事情だったの。だから一旦46話で打ち切りみたいな終わり方をしているってことか。しかしスポンサーに振り回される制作サイドも大変なもんだぜ。そうね、モモもかわいそうな主人公かもしれないけど、本当にかわいそうなのはスタッフかもしれないわ。ホタルの墓。最後に紹介するのは、悲劇のアニメとしてはもはや定番とも言ってもいい作品、1988年公開の映画ホタルの墓よ。それドロップちゃうで。太平洋戦争末期の兵庫を舞台に、主人公で14歳のセイタと4歳の妹節子の2人が、必死に生きようとする姿を描く作品ね。そもそもこれ、冒頭でセイタが、帽子立っていう独白から入るストーリーじゃなかったっけ？そうね、オープニングでは終戦から1ヶ月の時期に、とある駅の構内で衰弱死するセイタが描かれるわ。そこから、セイタがどのような経緯を辿ってきたかを振り返るという内容になってるの。焦点として扱われるのは、先に旅立ってしまう節子の動向ね。ほぼ毎年、夏の勤労なんかで放送されてるから、知ってる人も多いだろうな。兄弟はまず、空襲によって母親を亡くして、親戚のおばさんの家に移り住むの。最初は問題なく過ごしていたのだけど、徐々におばとの関係が悪化していったことで、セイタは節子を連れて、その家を出ていくことに、二人はほとんど使われていなかったとある防空壕で暮らすことを決めて、誰にも頼らずに生きていこうとするのよ。もうこの時点で涙が出てきちまうぜ。でも、そんな生活では満足な食事もできなかったから、二人とも栄養失調になってしまうの。セイタは節子だけでも助けようと、なんとか手に入れたスイカを食べさせようとするけど、もう手遅れ、節子は息を引き取ってしまうわ。それからほどなくして、セイタ自身も栄養失調からどんどん弱っていき、冒頭につながるというわけ。言葉にするとあっさりした話かもしれないが、とにかく全体を通して悲哀が詰まった映画だぜ。しかし、おばさんの態度には少しイラッとするもんだよな。それにも少し同情の余地はあるのよ。あれ、そうなのか？そもそも、戦時中という状況で、
追加で子供二人を養っていくというのは大変なものだったはずよ。おばさんも相当に苦労していたことが伺えるわ。さらに空襲による脅威がなくなったことから、緊張感のなくなったセイタが、家でゴロゴロと怠惰な様子だったのも、よく思っていなかったのでしょうね。なるほど、そういう見方もできるのか。ともあれ、戦争の現実の一端を知るには最も触れやすいアニメ作品だと思うから、一生に一度くらいは見ておくべきかもしれないわね。なんというか、主人公だけじゃなく全員がかわいそうなアニメって感じだぜ。余談だけど、本作と同時上映されたのはあの隣のトトロよ。ちょっと両作品のギャップありすぎだルルを。というわけで、主人公がかわいそうな昭和アニメの紹介は以上よ。どうだったマリサ？いやほんと、主人公なんだからもう少し優遇とかしてくれてもいいんじゃね？ってことを言いたくなる話ばかりだったぜ。最終的に救いがあるならいいけど、そうじゃない話もいっぱいあるからね。私は最後にスカッとするような話が見たいんだ。そういうのを紹介してくれよ。そうね、前向きに検討しておくわ。絶対やる気ないだろ。動画を見てくれたみんなも、他のかわいそう系アニメについてコメントしてくれると嬉しいわ。その時はぜひ、チャンネル登録と高評価ボタンもよろしく頼むぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。